グレモリーも役に立ちませんわね。さすがアルフレッドも恐れた最適合者といったところかしら。その姿、私たちと同じ結晶を。ありがとうと言ったらいいかしら。おかげで錬金術の知識も、この結晶をコントロールすることも。そうそう、あなたにお礼を言わないと。持ってきてくれたシャード、すべどうしてこんなことを。今回もそう。悪魔の出現に神は姿も見せない。そして神の代行者たちが悪魔に無残に殺されるのよ。本当に神なんているのかしら。神という名のもとに得体の知れないものを崇めさせ、そしてその力を使わされる。こんな馬鹿げた話はないわ。私はその神と呼ばれる存在を憎む。だからそれを超える力、神を殺せる力を求めたのよ。そんなことのためにどれだけの人たちが。力なき者は死んで当然よ。でもまだ私も望む力を手に入れたわけではありません。今回の騒動だけじゃ足りないっていうの。今回の召喚で足りるのでしたら、わざわざあなたを呼ぶこともないわ。ジーベルの結晶では必要な悪魔を呼べなかったのね。だから私の結晶が必要になった。賢い子は好きよ。ただあなたの結晶が綺麗すぎた。だからシャードを手に入れさせ、悪魔の力と馴染むように仕向けたの。あとはジーベルとの戦いで疲弊したあなたをグレモリーが支配するだけだった。残月さえ私を裏切らなければ。彼は裏切ってない。正しいことをしただけよ。正直ここまで追い詰められるとは思いませんでしたわ。残念ですが、一番使いたくなかった切り札を使うことにしますわ。私の結晶とロガエスの書の力で最強の。そんな無茶だ。無茶かどうか教えてあげるわ。10年前にジーベルが生き残った理由。
ジーベルと何の関係が。彼には私と同じエクソシストの血が流れていました。その血の力が結晶の侵食を抑え、結果命を落とすに至らなかった。今の私は絵の具持ちで結晶自体もコントロールしている。一時的なものですが、この方法ならどんな強力な悪魔を召喚し使役できます。でも召喚が完了するまでまだ時間がかかるみたいね。それまでに私を倒せるとでも。あなたは力の使い方を間違っている。力に溺れ、力の使い方を考えていない。我が呼びかけに応じよ。ファイル。
行くぞ。